皆さんこんばんは。ジャーナリストの津田大輔です。毎日午後7時から放送しているポリタス TV。今日の放送は1週間無料でご覧いただけます。それ以降は YouTube のメンバーシップとポリタス TV、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。上位プランもあります。えー、番組継続のため皆様の登録が支えです。よろしくお願いします。 えー、毎週金曜日はですね、えー、1週間のニュースを振り返る報道を読み解きフライデーなんですけれども今日はちょっと編成上の都合で木曜日の放送となります、えー、ジャーナリスト浜田恵子さんと1週間のニュースを振り返ります浜田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやー7月ももう気がついたら終わりですよね でもななんんか7月すごいいろニュースまあ今日はね、うん、あのアメリカ大統領選挙がね激動しているので、まあ、その辺りを中心にお届けするんですけれども8月とかね8月とかね結構まあ本が売れなかったりニュース枯れなんていうふうに言われたりもするんですけれども結構ね今9月にあの自民党総裁選とか、うん、え民主党の代表選なんかもあって意外と今年の8月いろいろニュースありそうですよね。 ね、アメリカも民主党の党大会があってで、まだ副大統領候補決まってないし、えー、多分そのニュースとか、まあ、あとまあトランプと多分ハリスのえー、多分舌戦が激しくなっていくと思うので、うん、ニュースはね、あの津田さん、全く興味ないと思うんですけど、今週末からパリ,ンゴリンですからね。オリンピック始まって、そんなのがあったんですね。 そうですよ。あの、なんとサッカーはもう始まっていてですね、パラグアイに5対0で日本が勝ったという、なるほどね。あんまりさすがに興味ないと思いますけど。いやいや、あの、1個あれですよ、パリゴリーのニュース入れてますよ。まあ、もう先に出しますと。まあ、こちらなんですあ,あ、これね、はい、これは本当に、あの、議論すべき点が多いですよね。うん、なので、まあ、ちょっと後でまたね、えー、話し合えばと思いますが、はい、ちょっと告知をします。はいえー、こちら。 ロンダンフェス、来週末となりました。来週末に8月3日、4日、あ伊豆で会場にして、フェス、議論するフェスが行われます。ポ、まあ、リタス TV 関係だとですね、報道読み時のロンダンフェス、このフォーマットでやります。あるいは、タワラ総一郎さんが。えー、タワラさんも出るのそうなんですよ、ゲストで来ていただいて、しかも、えー、タワラさん現地に来るの現地に来,る来ていただきます。いや ちょっとすすごいいじゃないですかと熱中症対策だけす、ねま、い,い感じで,で、しかもですね、最後の最後のセッションで、えー、ロンダンフェスと銘打ちながらですね、最後それを否定するような、このなぜ、ロンダンに女,女性は、なぜロスどんなに女性が少ないのかっていうですね、うん、まあ、もう、先生も議論とか批評とか、そういうもの自体の、まあ、設定自体がやっぱりもう男性中心のものだったからことで、まあ、いろんなことの議論からやっぱり女性が排除されていたんじゃないかっていうですね、えー、まあ、この、 あの問題提起を宮崎その子さんからいただいてこのテーマで上野さん話してくれませんかっていうふうにお伝えしてそうだったら宮台さんにも入ってもらいましょうということでですねここが司会やるんですけども本当にどうなるのか全くわからない、えー、どうなる宮台さんも現地現地です上野さんは上野さんはオンラインですねオンンラインいやなんかさっきのイラストすごいほっこりした感じだけど全然ほっこりしてないし全然ほ,っほっこりしてない <laughs> しかもほっこりしてないこういうセッションもあってですね まあこれはこの3人だけじゃなくて吉田剛さんと宮房子さんも入っていただいてですねまあもうなんか面白そうどうなるのかこれも分かんないという感じい。行きたかった来年も行きますぜひあと配信で見れますので、はい、え皆さん概要欄とかからぜひ、えー、ジャンプしていただいてあのご購入いただければと思いますこれは現地のチケットも買えるしアーカイブのチケットも買える、はいはい、ってことですよねぜひよろしくお願いします では、えー、今週も、ね、カテゴリーに沿っていきましょう。まあ、政治、まあ、政治もね、いろいろポロポロいろいろ国会はやってないんですけど、ありまして、堀学衆議院に、ね、家宅捜索があって、えー、これどん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 これ出てきてるんですけれども、還、まあ、流金、まあ、裏金を使って、何に使ってたのかっていうと、えー、スーツ代、あるいはサウナ利用代に指摘流用していたんじゃないかなんていうね、えー、そんなことが出てきました。 まあだから、香電配布っていうだけの話ではどうやらなさそうだと、うん、さらにはでも香電も香電の原資に裏金を使ってるっていうです、ね、まあ、実質的な選挙買収に使ってたんじゃないのというところで、まあ、やっぱりまだまだ裏金問題は終わってないということを象徴するようなニュースですね、こちらは。そうですね、なんかこれ、いくつか論点があると思っていて、もちろんその今回、あのずっと一連の半年にあまりに、まあ、あの渡って続いてきた裏金問題。 で入りの問題と出の問題ってよく言われますけども何に使ってたんだっていうところの一端がまあ明らかになったわけですよね、うん、つまりまあ私的に使っていた部分もあるし結局地元に対してある種香典という形でのお金をばらまいていて、まあ、お金によって人間関係を構築していたっていう、まあ、そういうふうに使ってたんだなっていうのが今回分かったなというのとあの堀井さんってこれ記事で読んだら全く地元 なだから判だんはきちんとその有権者とた例えば対話集会をやったりとか、まあ、本当にその地元で何が困っているのかみたいなことを聞いたりはしてないのに結局冠婚葬祭の時に顔を出してそれでこう人間関係をつなぎとめていたっていうしかもそれは金によってつなぎとめていたっていうことなんだろうなとだからそのある種の冠婚葬祭政治の典型なのかなっていうのを思ったのと、うん、もう一つが これ一回その事務所内ではこ法律法的に違反に当たるからやめようっていう話になっていやいや、自分の名前でやっぱり香典を出すっていうふうに彼が言ったとっ言われてるじゃないですか。うん、秘書とかやっぱ事務所のスタッフは堀井学の名前で香典出すとこれはあの公正法の違反とかいろいろ選挙資金の違反になるからっていうので言われても堀井学の名前に出すっていうのは自分が言ったことを相手に分からせたいからみたいなことを言ってるらしいんですよね。うん でそれって、なんていうんですかね、あの一つすごく感というのは、この人だけなのか、他の人も含めてなのか、国会議員なのに順法意識がものすごいいけてるなと思いました、うんだって法律に抵触する恐れあるんですよって指摘されても、いやいや、自分が言ったことを証明したいんだっていう、うん、そっちを優先させたっていう、だから本当にこの人たちにって、すごく法律を違反するってことが、非常になんていうのかな、全く。 罪の意識もなくハードルが低い、まあ、だから裏金問題全体に対しても、まあ、自民党の人たちは悪いと思ってないっていうそういう一端が見えたなというふうに思いました、うん、まあしかもこれ過去のことっていうのを当然知っているであろうけれどもそれを全くあのそれで違法性を認識したけどあえてやってたわけですよねだから逆に新しいところだったら、うんえー、菅原一秀元経済産業大臣は香典を、はい まあ80万円相当配って、えー、これが公選法違反になっている、あるいは過去古いところだとね、えー、防衛大臣なんかも務めたあの小野寺五典さんが衆議院議員が略式起訴されて、罰金40万円の略式命令で、まあ、で、公務権投資停止されて。 で一度、あの議員の,、ね、の立場を失ってから、また少しずつやっぱ復活していたというですね、で,でもこれあの、小野寺さんにか関してはこう、あれですからね、選考セットですからね、選考のセットを配って、うんえー、それが公選法違反で議員の資格を失ったというにもかかわらず、まあ、こっちは公伝ですからね、まあ、より分かりやすい現金というところで、うんまあ、そういうことが自民党でも、で自民党で失職している人が2人もでも、 記憶に新しいところに出ているにもかかわらず、そしてそのことを分かってるがら秘書も言っていたのに、止められなかったってことですから、止められないところが自分でやってたっていうあたりが、うまあもう予防性認識して、悪質性が高いというふうに判断されたから、これ、他の議員にも広がると思いますどうなんでしょうねなんかあの私、聞いたところでは、北海道ってお香典をもらったら領収書を出す慣習があるって聞いたんですよ、今回。えー それで、まあ、領収書が事務所にあったから、結局、堀ーは、まあ、あの証拠があるということで、あ<ー>えー、特捜部が動けたと、普通、公電って領収書ないじゃないですか。だから、うん、わ分かんないわけですよね。うん、公電の,の、じゃあ、例えば、夫婦みたいにずっと取ってるかっていうと、ね、なかなか取ってないですよね。うんうん、なるほどね、はいえー。政治関連だと、これは朝日の、ね、スクープ、独自ネタですけれども。 まあこれね、X なんかでも起こってる人が続出していますけれども、これ何かっていうと、経産省がです、ねまあ、原発を新増設、まあ、リプレースっていうのを、ね、中心に、えー、原発を使い続けるという前提で、まあ、そろそろ、ね、いろんな原発が、あの古い原発が寿命になっていくので、うん、えこれをやるんですけど、まあ、当たり前ですけど、原発って新しく作るって、ものすごいコストがかかるので、まあ、そのキャッシュフローをどうするのかっていうところで、 なんとこの原発のリプレースの建設費を電気料金に上乗せできるような制度を導入ということで、ただでさえ今、もう電気代がね上がって、も家計をね直撃して大変な人とか多くて、しかもそんな中、この猛暑でエアコンつかなきゃいけないみたいな中で、それどころか原発を東電が使い続けたいという、その理由だけで、それがあの消費者にも負担をする、それをまあ経産省が後押しするっていうね。 これ本当もっと、ね、あの国民起こった方がいいか、かトピックなわですけれどもね。しかも私たちに選択肢がないじゃないですか、これって。うん、これ原発に反対してて払いませんということができない。しかもこれ、新電力にもなんかあの、ね、適用するかもしれないと言われてますよね。うんうん、だから選べないわけですよねで。やっぱりもっと他にやるべきことがあるはずなのに、結局、まあ、例えば。 まあ、よくあわれるに再に置き換えていった方がいいとかもうちょっと送電もその全部統一することによって、まあ、電力が余っているところと足りないところの需給バランスをやっぱりうまくあのバランスを取るようにすればですね、えー、いいんじゃないかとかってやるべきことをやらないでなんか最初から原発の建設ありきとか原発のその、えー 運営をこう伸ばすすっていうかですね延長するのありきで、で結局、最後は足りなくなったら電気料金に上のせすりゃいいじゃんっていう発想でやってるから、何にも改革ができないっていう、うん、なんか全然変わってないなっていう感じしますよ、ね、せめてね、だからこれ、まあ、東電がね、まあ、東電の,あの理由なので、まあ、東電があの上がるっていうんだったらまだ、じゃあ、だったら、えー、環境に優しい、じゃ新電力にしますっていうんだったら、はい どんどん例えばいろんなみんな電力とかね、8ド、うん、電力どこに多分切り替えが進んでいくじゃないですか、あの、コスト的なメリットもあって、それだったらまだしもね、あのまあ、市場構造もね、あ<の>選べるから、うん。促進されるだろうし、いいと思うんですけど、まあ、それもしないっていうのはまたおかしな話ですからね。まあ本当にご、っそうなんですよ、体質がやっぱりこのままででも一度はやっぱり、3・11があった後に、やっぱりその国のエネルギー基本計画の中から、原発というものが消えて やっぱりその原発に頼らないやっぱりその電力というか発電をするんだということなんですけどじわじわと2015年16年ぐらいからちょっとずつちょっとずつ原発がいろんな表現で入ってきてるんですよね。でまあ岸田政権なって一気にこっちに、まあ、GX なんだとこれはグリーントランスフォーメーションの一環なんだという,こうすごくまやかしを言いながらですね原発にどんどんその依存度を高めていくっていうのは本当なんか露骨になったなって感じがします。 安倍政権というから始まってるんだけど、隠してたんですよね、それは、ねうん、どっちかというと。はいえー、そして、これは朝日が独自ネタで早めに報じてましたけれども、えー、最低賃金がまあ結構増加されるということで、まあ、5%増の1050円で調整をということで、まあ、過去最高の50円引き上げということになるのですが。 ただまあ、ね、結局、実質賃金って、ねまあ、あの24ヶ月とか、ね、連続であのマイナスになっていて、まあ、いくら最低賃金が上がったところでなかなか厳しいという、ね、現実もあるわけですけどこのニュースはいかかがですかこれ結局、非常にあの労,、まあ、労働者側は非常に主張していていわゆる使用者側、経営者側はすごくやっぱり中小企業がこれに耐えられるかというので、まあ、かなりあの慎重姿勢を崩さなかったんですけども決着しましたね。 そ,そのぐらいしないと、この今の物価高にやっぱり耐えられない、結局、それで個人消費がすごく今、また停滞しているので、えー、景気にも影響するということもあったんだと思うんですけども、これ5、5%上げても日本の最低賃金って本当に今、低いんですね、すね海外に比べたら。でやっぱりその岸田さんなんかが言ってるのは、あ確かにごめんなさい、ちょっと正確な数字ですが、2035年ぐらいまでに1500円にするみたいなことを少し前に言ってたんですよね。うん 遅いよと思いましたやっぱり各国との間でどんどんやっぱ最低賃金の幅がまあ広がっていくわけですよね。でさらにこれってまあ平均1,050円なので地方によってはこれを下回るわけですよ。でもね地方は家賃が安いだろうとかって言われるけれども今の物価高って結構全国的に来てるしそもそも地方ってまあ家賃が安いけれどもやっぱり車に乗ってる人が多いからガソリン代って今すごいまた値上がって。 ますでしょ、うん、あ乗ってたらわかるでしょ、ガソリンですごい上がったよね、うん、あの補助が切れて、それでえー、っとガソリン代もかかるし、でも皆さん言うのは、結局その今ね、コンビニとかえー、っとネットで物を買えば、全国一律価格なんだと。うん、だから、地方だけなぜこんなに時給がやっぱり安いのかで、しかも教育費っていうのは変わらないじゃないですか、塾代とか、ね、予備校なんていうのは今、例えばヨゼミとか河合塾も全部。うん、あの 配信とかで受けなのでやっぱり地方のやっぱり賃金っていうのがこの平均を下回っているとより厳しいんじゃないかなってことは感じます。うん、もう一つ今日もしかしたら取り上げてもらってるかもしれないですけど私が津田さんにこれ面白いって言って送った中に今その外国人の労働者がもう奪い屋になっていて、うん、韓国に賃金で負けているっていう記事を津田さんに昨日送りましたけども。はいはい 韓国はやっぱり少子化が深刻なので、かなりインドネシアとか、そういうところからすごくあの移民っていう形、移民、正式な移民ではないですけど、労働者という形入れていてで、なんで、そうですね、時給100円差って、い韓国の方が高い,高いってことです。うん、うんうんなんですよねまあだから日本で働いたら、結局最低賃金1000、まだ1,050円にようやくなるっていう状況ですけど、もう韓国だともう、うん、あの外貨的にもう1500円ぐらいになってるってことですもんね、時給がね。 そうですねしかも外国の方からあの来るときには、この賃金の水準だけじゃなくて、円安も響くので、そうですよね、うん、やっぱりここに書いてある日本でで争奪戦なんですよね今気になるニュースでいうと、こちらですね兵庫県問題、まあ、もうこれね、うん、あの辞任は不可避だろうなとは思うんですけど、ど、まあいつ辞任するのかっていうところなんですが、うんえー、斉藤兵庫県知事の疑惑に、えー、大学を告発された文書の中で、 えーまあ、この告発をした方も亡くなったんですけれども、局長も亡くなったんですけれども、実はもう1人亡くなっていると。で業務を理由に療養中だと言及されていた元課長の男性というのが、えー、実は亡くなっていて、えー、この方もやっぱり自死と見られているということですよね。で、えー、この、えー、元課長、そして、 文書を作成したた元幹部ののも判明ししてていて2人の職員が亡くなったしかもこの1人目の方の元課長というのは亡くなった後も兵庫県は3ヶ月公表しなかったというですね、うん、まあもう明らかにいろんな隠蔽工作がもう兵庫県の中でも常態化していたということでそしてこの斉藤知事はね維新と自民党が割れて維新と自民党の一部で押して えー、この知事が誕生した。で、知事になって以降はね、かなり維新と距離が近く政策的にも近い維新系知事と言われていたんですけれども、えー、これについては、えー、維新としてはですね、この兵庫県知事の様々な、まあこの、えー、パワハラ疑惑、あるいはおねだり疑惑なんかですね、えー、これに関しては非常にやっぱ苦しい状況という状況で、基本的にはもうあの自分たちのね、系列の知事ではあるんだけれども、まあ生還をすると。 でもまあ、生還をしていることによって、やっぱり維新に対してのものすごい批判も、うん、え、これ万博のね、問題とかもあるので、非常にやっぱり向かい風になっているということで、毅然と対応した方がいいんじゃないかというですね、まあそういう党内からの批判も出てきてはいるのですが、 これについてはですね岡田悟さん、もともと毎日新聞の記者で、その後あの週刊ダイヤモンドに行って、ずっと大阪維新を取材されていて、ジャーナリストだったんですけれども、記者ジャーナリストだったんですけれども、えー、今、立憲民主党で兵庫県からですね立候補の予定が決まっているという、まあ、ジャーナリスト、記者から、えー、政治家に転身されようとしている岡田さん、まあ、やっぱ詳しいんですよね、すごい取材してたので。 えー、こういうふうに書かれています。維新関係者によると、兵庫維新は後継候補が見つかるまで斎藤知事を擁護し続ける方針。えー、県議団の、えー、岸口団長、えー、加藤代、えー、幹事長、百条委員会メンバーの松山県議などの卑怯な言動に対し、兵庫維新内部でも懸念と失望の声が上がっているということで、まあ、とり、当略で真相解明を妨害し続けるという、まあ、動きを えーまあ、少なくとも兵庫の維新はやっており、まあ、それを、えー、大阪の維新、まあ、吉村さんたちも、まあ、苦慮しながら、まあ、追認しているという状況で、ただこれ、対応を間違えると、うん、まあ間違っていると思いますし、実際、百条委員会で、うんえー、亡くなられた局長のプライバシーを暴こうとしたのは維新の議員たちとも言われていあこれ、本当に維新にとっても致命的な大きなスキャンダルにもなりかねないですね。 ええ状況になってきてるんですが、浜本さんどう一例の動きご覧になってますか。これあの関西の記者に聞くと、斉藤知事って本当になんていうんですかね、鉄の心臓みたいな感じらしいんですよ。全然こうやめる気もないし、こう普通だったらあそこまで一万いちこういろんなこう公務でいろんなところに行くと今もう毎日あの取り囲まれるわけですよ。でこの問題は記者から、まあ、追及されても割と 淡々と答えていて、こう、動揺したりとか、すごくまずいみたいな感じがないと、でこの人、本当にほっといたら、やめないかもしれないとすら、声があって、うんうんで、しかも百条委員会って、あと7回か8回、やっぱり開くんですよね。うん、で、報告書が出るのって、やっぱり年内ぐらいになるらしいんですよ。うん、なんか年越こすかもっていうのもありますよ、ね、そ,うすそうなんですね。だみんな百条委員会で、証言したいってい人多すぎてっていうね、うん、それぐらい、パらぱらね、状態してかしてたってことなんでしょうけどね。 で結局、その百条委員会で報告書が出てから判断しますというふうに言い続けて、うん、結局、ずるずるやめないんじゃないかっていうふうな見方もありますよね百条、うんうん、委員会でかなり厳しいのが出てきたとしても、ねえー、反省して自分の糧として頑張りますぐらいほど言いかねないですよね。 そうですね。で、あのー、まあじゃあ今後どういう動きがあるのかっていうと、例えば住民からのリコールみたいなことってありえるんですかね。ど、うん、うなんでしょうね。やっぱりでもリコールの署名集めるのって相当大変ですからね。大変ですよね。うん、そうですよね。数的にもね。あと多分でも任期一年ぐらいでしたっけ。うん、だからやっぱりまあ兵庫県民の判断として次の選挙ではもうとんでもないから違う候補だって,て落としたいというのまで。 我慢するしかかないのかやっぱり自職にこう今ここまでだってもう普通だったら自職してる状況ぐらいのものが出てきてるわけですよ。その疑惑だけじゃなくてその告発者がこれだけやっぱり自首を選ぶまで追い詰められていたそしてその、えー、元局長に至ってはその追い詰めた一因が彼らの手続きミスによるもの。 きちんとした手続きを踏まないで、公益通報として保護をしなかったということですよね。本来であれば、これだけでも私は辞職に値すると思いますけども、うん、この人たちはそういう感覚ではないので、うん、そうすると、意外とずるずるいくんじゃないかっていう懸念を持っています、うんね、あの副知事は辞めましたけど、まあ、副知事からもう再三、再ね、ね言われてたらしいですけどね。 知事の会見、も動画で見たけど、ね、なんであんな芝居がか,かって、本当にど、うん、どこ向いて行政やってんのかと思いましたね、あの人も。知事に、知事を守ることができなくて、みたいなことを言ってて、うん、何言ってんだと思いましたけど、人が亡くなってるのになって話ですからね、本当ですよえ。パソコンを収集して、その原因作ったあんたでしょって話ですからね。本当にそう、そこの、なんていうんですかね、こう、自責の念、ね、みたいなのが、あの会見からは、なんか私は感じられなかったですね。うん ね、いやでもだから兵庫県ね大変なことになってるなという感じですがまあこれ、うん、あの辞職するにしても辞職せず来年のねまた、あのー、次の県知事選に出るにせよ、まあ、あの対抗馬っていうのはね当然注目されていてあるいは後継が注目されていて泉房藩さ,さんの名前も挙がってますよね。 あ、そうなんだ。うん、まあ、それは地元ですからね。そうなんですよね。出たら、出たら絶対通るんじゃないですか。いや、でも、なかなかね、やっぱり斉藤さんがパワハラで問題になっているのに、パワハラ知事からまたね、パワハラでやめられた。パワハラからパワハラかよみたいない。そう,ね、そういうちょっとね、文脈ができてしまうので、そうですね。まあ、泉さんと何度か、あのモーニングショーで一緒になった時に、まあ、テレビって、今、その選挙に出る可能性がある人は、ああいうこう、特に、あの情報番組とか。 ニュース番組はもう出せなくなってるあの中立とか公平性からって。うん、で、泉さん、本当出ないんですか出ないんですかって何度か聞いたんですけども、絶対出ません、絶対出ませんとは言ってました。<laughs> でも、かつて200%出ないと言っ,て言った人が出たケースもありますから、ね。<laughs> 2>, 2万でしたっけ、ね、確かに。2>, あ2万だけ、ね、そうそうそう橋本さんね。うん、まあ、でもあの、泉さんはまあ有力候補の一人なのかなとは思いますけれどもね。はい。 でまあ、斉藤知事が、ね、どうなっていくのかというのも注目なんですが、すねえー、こちら政治だと、毎日新聞がですね、えー、この世論調査で、えー、石丸さん、と次事で2位に躍進した石丸真嗣さんの国政進出に期待しますかというですね。 まあ次に、ね、次はなんかあの、広島1区で出るみたいなね、ことをなんか、方言されてましたけれども、それに期待するかというのは、実はすごい少なくて28、28%。まあ、維新がね、すごく伸びてた、維新の初期の頃とかってね、国政進出期待するのかって、すげえ高かったんですけれども、6割以上だったのかな。うん、まあ、なんというか、石丸さんの方は、かなりやっぱり、あの、少し、あの、熱も冷めつつあるのかなっていう感じもしますが、どうご覧になります これ本本当にあの本人がどう思ってていいるか聞いてみたいですよね、ね。この数字を、ねうん、で一方でやっぱりあのまあ都知事選で5位だった安野孝博さんの評判がすごく上がってきてますよね、うん、で、まあ、私もあの今週の「モーニングショーで」で実は安野さんコメンテーターでって一緒したご一緒したんですけど、うん、結構そのニュース番組とかラジオとか新聞のインタビューとかっていうのに都知事選の後にやっぱりみんなあ こんな人がいたのかみたいな感じであの急に注目し始めたって、うん、で私はそれを見たときに、朝日新聞は主要候補としてあの4人に加えて清水国明さんと安野さんを入れてたんですよ、6人。だからちゃんと公約も出したんですけど、うん、結局、日本記者クラブの最初の討論会4人、そして JC かの討論会も4人、そして、えー、とテレビなんかの主要候補者も4人っていうことで、あれ、 庵野さんちゃんとやっぱり最初から主要候補の一人だと言ってああいう場に呼ばれてたら実は安野さんもっと取ってた可能性があると思うんです伸びしろあ,あれだったでしょうねおそらくね。そうそれであの早稲田大学のマニフェスト研究所があの各候補の政策を評価したところ一番トップの点数なんですよね安、うん、野さん50点で小池さんが30何点かだったわけですよ。でやっぱり私比較的あの政策バーッと読んだらデジタルを使ってデモクラシーをどういうふうに発展させるのかだから まあ、あの民主主義のあり方とかに興味を持っている人が、多分すごくテクノロジーと民主主義みたいなのに興味を持っている人が多いんだろうなと思うと、うんまあ、アーヌスが伸びたら伸びたで、今度は蓮舫さんとかの票を奪った可能性はあるとは思うんですけれども、うん、石丸さんの票も奪ってたと思います。だから、うん、なので、石丸さんのこの数字というのが、まあ、どこまで、こうなんていうんですかね。 それにはメ,ジメディアの報じ方もすすごく加担をしていると思うんですよ私は4人ということに彼を入れた、まあ、首長をやったというだけで入れたことに対して。なのでやっぱりあの人気がの本当の160万票だっけが本当の数字なのかっていうのはこれからは検証あ本当のっていうか本当なんですけど、うんえっと、これから本当にあれがこうど,のどの程度彼に対する信頼表というかですねとして。 続くのかっていうのはちょっとわからないなって思うところあります。うん、ええー、政治でいうとですね、こちら7月22日の一面トップでこれやって、まあこれちょっと注目されたというか。これめちゃくちゃショックな数字ですね。そう、ショックだし、まあいい記事でしたね、これはね。いい記事でしたね、うん。そうなんですよ。で、しかもまあ若者のこの孤独死が23区で非常に多くて、かつ発見に4日以上かかっていたとのは4割で。 まあそれの背景としてね、やはりまあもう、若者がもう諦めて、自分で自分のことをネグレクトする、セーフネグレクトっていうのがまあ背景にあるんじゃないかっていうですね、うん、えという、まあ、結構衝撃のね、これ、記事でしたけれども、どうご覧になりましたあのこの数字自体、非常にショックだし、おそらくこれ、多分コロナの期間とか、高かったのかなと思ったんですよ。なな、うん、なかかか誰からももケアされないし自分でもややっっぱりそのどうやって 支援、えー、を求めていいか分からないみたいな人たちが多くて、うん、コロナの期間っていうのが結構これ入ってるのかなと思ったのと、入ってるかな、令和2年だから、ギリ入ってるのかな、うん、入ってないのかな。で、もう一つが、これ、都知事選の前で言ったら違ったかなっていうのちょっと思いますそ、うん、うですよね、うん。その若者対策をまあすごく一生懸命やろうとしてた蓮舫さんが言ってることが、 なんんととかやっぱり人人に聞こえてた人もいると思うんですよね自分は違うっていう。だけどもやっぱりこの数字を見た時にやっぱりこういう若い人たちが東京23区内でこんなにいるっていう衝撃を知った時に少し見方が変わるのかなと思いました。 ね、これが、まあ、東京新聞の一面だったらそんなに驚かないけど、なんか産経新聞の一面だったっていうのはちょっと驚きましたけど、ね。産経でしたっけ読売だっけこれ。あ、これ確かに、ね、産<経>産経です。産経です。産経ですえ、本当<う>すごい面白いですね。これ,ねこれはね、なんかいい,い,い報道いい記事ですよね。うんはい、いや、あの、産経新聞も一人一人の記者結構いい記者いる,いるんですょ社会部はね、別にそんなおかしい人ないないですからね。うんうん、事件記者とか、うんうんね。あとはね、だって浜田さんの朝日新聞にも、元産経 っていう人すごい多いですもんね。多いですねやっぱり事件に強い記者はそうやって、うん、あの引っ張られたりもするので。もともとねやっぱり新聞記者になりたくて、まあ、朝日とかにねあの新卒の時に受かんなかった人がと、ま、りあえず受かったからっていうんで三軒に行くみたいな、ね、人がいるわけでね。そういう人もいますよね結構な割合でね。まあこういう記事はねちゃんとやっぱりあの褒めていくことも大事かなと思います。 まあ、いかにも積極な記事というか、自民党の総裁選がどうなるのかみたいなね。えー、記事の連載が始まりましたけれども、総裁選どうなるんでしょうね、これね。いや、もうなんか誰が出てもって感じしますよね。うん、石破さんも、もうなんかかつてのなんか制裁はないというかですね。まあ、だとしね、して自分で今派閥があるわけでもないし。そうすると、菅さんが担いでくれれば。うん 結局だからその新しさというものを出して国家の党員票を集めるんだけども、まあ、議員票を集めるためには古い政治の人たちに頼らざるを得ない、まあ、菅さん、まあ、二階さんですよねみたいなところに頼らざるを得ないっていうところで結局何も変わらないんじゃないかっていうこととやっぱり結局こんな事態になってまでもものすごい血向きな議論な感じしませんか、ね、結局有力者の顔色を伺って、うん かつての、まあ、1990年代の,あの本当に自民党だったら党を悪い人も出たりとか党の執行部をもうちょっと公然と批判する若手がいたりとかしたと思うんですけどもなんかかりをそめてませんかみんみな、まあ、で結局この図の中心にいるのが麻生太郎さんで、うんまあ、みんな麻生さんの支持を取り付けられるかどうかみたいなものが鍵になっちゃってるっていうね、うん、そうですからね。うん で例えば今すごくあの一部で名前が合ってる小林隆之さんだってかなり、えー、政策的には右派ですよねこの人、うん、経済安保とかやってた人ですけどもね,ね確か多分この人同性婚とか選択的夫婦別姓どうだったかな多分賛成じゃなかったような気がするんだけどちょっとちゃんと皆さん後でうで、ん、見てください若手だっていうだけでじゃあ本当にあの比較的そういうところが、まあ、進歩的な。 あの考え方を持っているのかというとそうでもなかったりするのでその辺はすごく注意深く見ていかなくちゃいけないと思うんですよね、うん、で対中国とかにやっぱり非常に強硬だったりとかした場合にですねやっぱりなんか危険だなと思う私昨日のあの前島さんの,あの番組見ててすごく危険だなと思ったのはもうすでに日本政府ってトランプがなるっていうことが確実だとか言って外務省もそのシフトを引き出してるじゃないですか。うん トランプが大統領時代に非常にやっぱりそのあのトランプ人脈を築いた人を中米大使にするみたいにやってるけども昨日の話では前島さんの話ではまだ分からないってことだったじゃないですか、うん、やっぱりすごい接戦だしでやっぱりいろんな確定要素が出てきていてで、まあ、カマラになったことでカマラが出てきたことで今一時的にハネムーン期って言われてブワーっと人気出てきてて、まあ、これがいつまで続くのかとも言われてるけどもでも 離れていた若者とかを取り込むと、あと副,あの副大統領候補が誰になるかによって、本当に激戦になるときに、じゃあ民主党政権が続いた場合にっていうこととかもいろいろこうなんか別途しておかなきゃいけない,いけないのに、なんかトランプに振り過ぎてるっていう、昨日あの前島さんの発言はとても重かったですね。えっ、ー、と、調べましたら、小林孝之さんはですね、はいえー、選択的グーグルーエッセイには、 前回の衆院選の時のアンケートで、どちらかといえば反対だそうです。ほら、そうでしょう、うん、そうですよね。そうだったと思うんですよ、この人。みんななんか若いからとか、なんか。シュッと見栄えがいいからとかだけで、なんか待望者ダメみたいな。う <laughs> んと。 えーまあ、自民党はね、そんな感じですけれども、えー、他方で、えー、じゃあ、民主党の代表選どうなるのか、枝野さんが出るとか出ないとかね、いろんな報道も出てきましたけれども、ただ、今の泉代表、まあ、泉代表の求心力みたいなのはね、当然、いろんな、あるいは指導力みたいなことっていうのに、まあ、疑問符をつける向きもあるわけですが、ただ、この代表になってからの選挙結果を見てると、基本議員して議席増やしているので、応、ま、答、あ、があるわけじゃないので、普通に考えれば、降りる必要ないというかね、 全継続ででししょってて思うのですが<え>こんな記事も出てきましたね、えー、小沢一郎さんがね今かなり立憲民主党内でね、えー、泉じゃダメだっていうようなことを言っていて、まあ、そこに対して牽制する動きなんかもあるんですけれどもやっぱり小沢さんの影響力とかね、あのー、結構大きいのでこれで小沢さんがそっちの反対に回るのだとかなり代表選の次の代表選にね出て。 えー、出ること自体が結構厳しくなってきているのではみたいなね、そんな記事ですけれども、浜田さんは立憲の代表選とかどうご覧になってます？あのいろいろ出てちゃんと議論す,すればいいと思います。まずあのそのぎていうんですかね、その前に調整をして。えー ってていうことじゃなくてちゃんといろんな人が出てくる方がわかりやすいなとは思うんですけどもやっぱり泉さんがそうやって、えっと、選挙少なくとも選挙結果で大ポカをしていないんだったら支持しないなら支持しないならちゃんと理由が必要ですよね。なぜ泉さんではダメなのかっていうことみんななんかなんとなくで言う人多いんだけどなぜじゃあ泉さんじゃダメなのかっていうことを言う必要がある。で、まあ、他のまた、あ、枝野さんだったりとか今やっぱりまた小川さんの名前とかも出てますけどもじゃあ 誰が出てもやっぱり今の立憲に足りないのはじゃあ立憲になったらどういう国になるんだっていうことが見えないっていことだと思うんですよね。でこれも何度も言ってますけどもやっぱり民主党が政権を取った時には少なくとも、まあ、自民党と同じで民主党内だっていろんな考えの人がいたわけですよ。決して1枚までなくて元自民党の人だっているわけですから。 でも、やっぱりそのコンクリートから人へみたいな一つのキャッチフレーズの中で、公共事業じゃなくて、これからは人に投資をしましょうとかっていう核になる政策があって、その核になる政策に基づいていろんなものを決めていた、まあマニフェストをちゃんと作ってたわけですよね。それがなんか長くないですかで、やっぱりもうその中でゴタゴタするっていうのよりも、 きちんと、まあ、そうやって政策論争をして、代表も決めて、もっと言えばもう総選挙すぐなんだから、早くそっちの準備しなきゃいけないんじゃないですかと、でこの前、面白かったのが、えっと、イギリスの労働党が、まあ、今回、別にすごい対象したわけじゃないけれども、まあ、保守党が負けたという形で政権に就、まあ、いたと、でもそのイギリスの,保守あの労働党は、ずっと野党時代に結構準備をしていたっていう記事を見たんですよね。 で例えば、じゃあ、影の内閣っていうのの外務大臣が、ちゃんとトランプ時代にトランプの側近と会って、やっぱり人脈を作っていたり、つまり、安全保障とかの面まで他国と人脈を作ってるような人が立憲にいるんですかっていうと、私はなんかあまり聞かないなと思ってるんですよね。だからら自分たたちがなったら 海外との人脈でこういうのがあって、パイプもあって、安全保障政策こうしていきます。内政に関してはこういうところと、これが一番課題だと思ってるんで、こういうポリシーでやります。こういう国家を作りますみたいなところの、早く議論に持っていかないと、なんか、この、まあ、それで、その代表選でそれを競う形にしてほしいんですよね。うん、はい。では、えー、経済のニュースいきましょう。えー、まあ、 あれだけの騒ぎになったから当然かなとも思うんですが、小林製薬の会長と社長が辞任しました。えー、小林会長と小林社長がどちらも辞任ということで、これね、どちらも小林製薬で小林さんなので、同じ<う>、ね、会社ですから、そう、創業系ですからね。創業系一族のファミリービジネスでずっと続いていたようなところでの、うん、やっぱりこういうことが起きてしまう、まあ、やっぱダイバーシティが足りないがゆえの。 あのー、バ,カバナンス欠如みたいなね、まあ、なんていうか、一緒にしたらね、ちょっと怒るかもしれないけど、でもまあ、ジャニーズの問題なんかともちょっとね、通じるところはありますよね。でも結局、公認社長内部昇格でしょ、たぶ、うん、まあ、多分ずっとずっと勤めてきた番頭みたいな人なんじゃないかと思うんですよ。うん、本当にそれで今のの状況の まあ危機を脱しられるのか、もっと言えばそのガバナンスみたいなことがちゃんとできるのか、まあ、23日に開く取締役会でどういうふうな判断がされるのかっていうことですけども、今日か、今日、うん、ですよね、えっと、ね、なんか社外取りで、これ、社外取締役に遠国夫さんというすごいガバナンスのプロみたいな人が入っているんですけども、こう内部昇格でいいのかなって逆に思いました、私は。うん でね、でやっぱりすごく体質の問題だなと思ったんですね。小林製薬ってあのいろいろヒット商品を出していて社員からのアイデアとかもすごく出しやすいっていう。こう今まで ポジティブな面がすすごく注目されていたた企業だったわけですよね,ですね経済室なんかでもやっぱり注目されること多い、ね、そう面白い面白いあのアイデアどんどん商品すると、うん、だけど一旦こういうふうにやっぱりな事件が起きた時を見てみるとリスク管理とかガバナンスがガタガタな企業だったんだなと、うん、特にその情報公開っていう意味ですごく問題が今あると指摘されてますよねやっぱり公開するのが遅かった、えー、厚労省への,その,あの、ね、死者の数だってずっともう今蓋を開けてみたら100人以上になってるわけですよね、うん でこれも厚労省がやっぱりあの,ごうあのにやしてやっぱり調査をしたりとかっていうことがあって発覚していくという中で非常にやっぱりこのリス,ク対リスク管理体制がまずい企業なんじゃないかなっていうのは感じますよね、えー、経済だとこんなニュースもありましたね。えー、法に近くインバウンドというのが今1177万人で最多を更新したんですけれども。 他方でね、やっぱオーバーツーリズム問題っていうのがすごいことになってきていてい、うんえー、まあ市内の侵入とかあるいは通行料を徴収するとかね、えー、あるいはなんかあの富士山が見えるファミリーマートとかね大変なことにそねそんなニュースもああ、はい、ローソンねローソン。まあそんな、うん、どうでしょうね、まあ、政府としてはね観光業をしたいっていうところもあるから、まあ、いたしかゆしなんだろうなっていう感じですがただオーバーツーリズム問題でいうと今スペインのバルセロナなんかね観光客にねなんかいろいろいろんなものがね石とか投げられる みたいなね、そんなような事態になっているというところで、まあ、相当ね地元の人もねなかなか地元の人との共存みたいなものが難しいところもあるいや難しいと思います特に京都なんかはね市民の方がバスに乗れないとかっていう問題もう,、うん、もう数年続くコロナの前もあったしコロナ後にこの,あの解禁してからもありますけれども,、うん、もう観光立国として持続可能な形を作っていかないと絶対にもうあの 地元との対立っていうのは深まるばかりだと思うので、やっぱりなんていうんですかね、こう細く、細くとは言わないけども、長く続くためにどうするかっていうことも考える時期に入ってるんじゃないかな、つまり入れる量をやっぱりコントロールするとか、時期を分散する、場所を分散するとか、で私あの、結構観光にを研究してるあの友達がいるんですけども、彼女が言うには、日本はお金を取らなすぎって言ってました。うん で例えばルーブル美術館とかも例えば市民とか子どもと観光客でもう料金を上げてるじゃないですか。でやっぱりそういう風にしてもちろんこれ外国人の観光客だけじゃなくて日本人の観光客も含めてあの市民から取る料金とか子どもの修学旅行の料金と観光客の料金をもっと変えてもいいんじゃないかとかあとまあダイナックプライシングみたいなものを入れるとか昨日ニュースでやってたのが千葉,市が千葉県か千葉県が宿泊税を 1>, えっと、1泊当たり140円とか150円取るというのを今、議論しているんですよね。あそこもディズニーランドがあるから。でそうしないと、やっぱりその、えー、いろんなインフラの整備とか、観光に関わるために、いろいろまあ税金も使われているわけですよねで。そういうところの、まあ、整備もできないということを言ってましたけども、やっぱりそういうところである程度徴収するとか、アムステルダムみたいに、やっぱり例えばそのアムステルダム市街、旧市街に入る人を、えっと、予約制とかにして制限する。 団体バスのやっぱり台数を制限するとかっていうことはやらないとダメだと思うんですけど多分もうこういう議論が岸田さんなんでもできないですよね、うん、もうなんかスタックしちゃってるからまあそれどころかね今あのテレ東があの独自ネタで報じてましたけどあの全国にね35か所ある国立公園国立公園にね、うん、ホ,テルホテルをどんどん誘致していくみたいなっていうね話があって。 まあそれも多分富裕層向けマーケティングですよね、うんうん、あの私国立あの公園の誘致っていうのが例えば非常にもちろん環境に配慮した形でですよやってそのお金で国立公園の保護とか自然環境のやっぱり整備みたいなものとかに使われるんだったらまだかないいかなと思今やっぱりすごい財源厳しいと思うんでそういう国立公園の保護なんかも、ね、なのでやっぱり きちんとやっぱり、そのみんなが納得する形で。入れていく、観光客入れていく形を、本当に早くしないと。集中するところの住民の方は、本当大変だと思います。うん、ゴミだけだよって、渋谷もすごい大変ですよ。道場のゴミが。ええー、本っ今日のね、あの一番のメイントピックになるのが、国際ニュースで。 今週の頭ですかね、頭の未明ですか、午前3、日本時間でうと午前3時ぐらいに、うん、X でね、ポストして、えー、バイデン大統領が大統領選を撤退を決め、えー、そしてバイデン大統領が、えー、後任にはハリス副大統領を推薦しました。 で当初はね、ただまあハリス副大統領、カマラ・ハリス副大統領は、なかなかね、やっぱりあの政策面とか、あるいは移民政策をうまくねあのコントロールすることができなくて、結構あの人気があの出てなくて、落ち込んでいたところがあって、これ、カマラ・ハリス、トランプに勝てるのかっていうところで、まあ、民主党内部でもですねこれ一致するのかっていうのが、 この撤退時のところでの,あの焦点ではあったんですけれども、まあ、ハリスさんのね、えー、その後の動きっていうのは、今後ちょっとニュースでフォローするとして、まず浜田さん、この第一報が来たとき、まあ、あるいはもうずっとね、ここ1ヶ月、2ヶ月、あるいはもうこのバイデン大統領の高齢問題っていうので、民主党は新しい候補者をやっぱり出した方がいいんじゃないかなんていうことは言われていたんですが、まあ、結果、このタイミングでバイデンさんが撤退したことっていうのは、あの第一報を書いたときにどう思われました うんあのー、正直やっぱりあやっとと決断ししたたのかなとは思いましたでやっぱり、まあ、前島さんの昨日の解説を聞くとそれほどねあのテレビ討論会の内容悪くなかったし一部やっぱりこう切り取られた映像のところですごくやっぱり高齢とかやっぱりこう,こう詰まった感じが強調されたっていう意味はあると思いますけどもでもやっぱり。 あの例えば、記者会見の回数もすごい減っているとか、大統領選の予備選でもなかなか外に出てくる回数も減っているとか、じゃあ、もっと言うと、その今言われていたのは、大統領自身がどこまで、えー、と決断していたのか、かなり側近が決断していたことがあるんじゃないかみたいなことが言われているわけですよ。ここれ分からなないいででですすよよもそんな話が出ててくるととしかまずいですよねアメリカ大統領として非常ににやっぱり世界の情勢、えー えー、決定力を持ってる人がだからやっぱりそういう有権者の疑念を抱かせるような人が大統領選に戦い続けたりその後4年間をやるってことがもうバイデンさんの自身の本当の実力とか実績とかとは別なところにもうなってたと思うんですよね、犯罪材料とは思いました。だからもうしょうがないのかなと思いました、うん、まあその中ですね、やっぱりここのところのバイデンさんおろしっていうのはね、やっぱすごくてですね。 えーまあ、まずは、えー、ニューヨーク・タイムズとかね、リベラル系の新聞とか社説でもう降りるべきだっていうのもかなり複数書いていたということもある、あるいは CNN なんかも、ね、否定的だったということもあり、えー、そしてまあそこにね、えーまあ、これもニュースで取り、えー、上げましたけれども、トランプ氏への銃撃事件なんかもあって、まあ、やはりまあ,あれで、えー 人気も高まるという中で、まあ、あれが決定的になってきているという中で、もう民主党自身が、あ,あとはやはり、まあ、あの前島さんも、ね、指摘されてましたけれども、やっぱりガザ問題ですよね、ガザ問題の対応で、うんえー、バイデン大統領が、特に若い民主党支持者が相当、離反してきているというような状況があり、まあ、このままだと本当に民主党がもう分裂しかねないという中で、えー、民主党の、まあ、重鎮、えー、この記事なんかを見ていると、ねまああの、あとアメリカの報道を見ていると、 まあペロシさんが相当動いたという話、あるいは上院と下院のトップですよね、幹部、シューマー、ジェフリーズという、ですねまあその辺りがまあバイデンさんとこの間会って説得をしてえという、ですねまあそしてまあ何より大きかったのが献金ですね、民主党の大口献金者が、もうバイデンだったら出しませんよと。 で、大口献金者の中でも、やっぱりジョージ・クルーニーというね。ジョージ・ーーね、大きいっていう、ね、プロデューサー。まあ、そして、実は自分でたくさんお金も集める、えー、アクティビストでもあったジョージ・クルーニーが、もうそろそろ撤退じゃないかっていうのを言って、まあ、結構だからバイデンへの、あの、バイデン大統領への献金がね、あの、だいぶ止められて、このままだと、もう続投しようにもお金がないっていうですね。まあ、そういうような状況に追い込まれて、まあ、司法発砲を塞がり、まあ、結果、 撤退とという,、ねうね、ことになったっぽいのですが、まあ、本人はすごくやっぱり悔しいと思いますし、うん、多分はそのあの撤退論いいうのを押しめていたのはご家族だっていう報道を見たん、ですよね、うんうん、やっぱりここで撤退してしまうと、この4年間の実績もないものになってしまうということで、まあ、多分あの夫人のジルさんとかですね、えー、だったと思うんですけども、でもやっぱり、結果的にやっぱり一枚岩になれない候補は勝てないですよね。うん という選択を民主党がしたっていうことなのかなとは思います前回の中間選挙のとに、あの、ね、昨日も佐々木さんもちょっとレッドウェーブを押しとどめたっていうのは、結構やっぱ若い人たちが一生懸命やっぱり活動した、ね、女性たちも活動したっていう、その人たちが離れてしまったっていうのも非常に大きいとは思いますね。 ただ結構ね、あのこれ、ブルームマークの記事ですけれども、ただ民主党は相当リスクを今回取ったんだと、まあはい、そうは言ってもやっぱり現職の大統領って強いですからね、2期目っていう意味で、うん、まあそこに、まあ、トランプというね、まあ、ある種軸を歪めるような存在が出てきているからこそ、セオリーが通じないということで、そしてでもこのままではもう戦えないと判断したのでしょう、えーまあ、アメリカ政治は未知の領域に突入と。 でえー、トランプ氏に対抗するために、えー、カマラ・ハリスさんにかけるということになって、まあ、そもそもこれ、あのバイデン大統領がね、あのカマラ・ハリスさん、あのハリス氏で行、えー、って、でこれ、民主党をまとまるのかっていうのが注目をされていたところなんですけれども、まあ、結論から言うと、ものすごい勢いですぐまとま,りました今たね今もね。 今は良かったですとりあえずまず民主党の候補者指名に必要な代議員の過半数を、えー、確保して、まあ、あの非常にやっぱりすぐ結集をしたとやはりまあ模試虎からほぼ虎なんてね、うん、言われるようにことになってきてさまざ、あ、まな世論調査でもかなり有利な報道が相次いでいるという中で。 ここで本当にトランで、しかもそこにね、あの最高裁がね、えー、いろんなもう法を超えたような、あのトランプさんのね、もう提訴されて逮捕されて有罪になっているようなね、人にかですね、あの大,大統領になって、そういうのを全部調席にしようとしているというですね、まさに民主主義的な危機的な状況がある中で、やっぱりまあ、内野で揉めてる場合じゃないということ、そしてまた恐怖感というのもあり、うん、まあ、このグラフで言うとですね、もうすでにハリスさんを支持している、 えー、人がもう、えー、252人、もう8割,割近くがなり、うんうん、また、ハリスさんのライブに,になりうるさまざまな州知事の人が自分は出ませんよということで、ハリスさんの支持に回ったという、ね、状況です。で、えーまあ、そんな中、ですねやはりあの注目すべき動きが、ですね、まあ、まず民主党もすぐとりあえずまとまった。 まあずっと打ち合わせをしている民主党がまずまとまった、左派も含めて、ね、まとまっているというのが非常にポイントである、うん、と同時に、ですね献金の集まり方がすごいんですよね。うんえー、やっぱりハマラ・ハリスさん、女性の、えー、女性でしかも、えーまあ、夕食、人種で3つのルーツがあって、うん、えというですね、うん、まあそういう方、まあ、あの検察官であるっていう、ね、出自自体が、左、え、派、ー、リベラルから結構これまで、ね、あの嫌われる要因にはなっていたそうなんですけれども、うん 今、とにかくあのあのカマラ、ハリスさんに対しての機械機能が非常に大きくなっていて、えー、これ、ハリスさんがもうこれ出ますよっていうふうになってから、最初の5時間で2750万ドル、最初のわずか最初の5時間で43億円集まって、ねねね、1>, 1日ではそれの倍近額4700万ドルぐらいになり、うんうん、で、えー、その2日間になったら、それも超えて100ミリオンを超す小口献金が、 集まったっていうことですから、もうだから、もう150億円とか集まっているっていうことですよね。うん、でちなみに。も、イーロン・マスクの2か月分ですよ。そうなんですよ。で、<laughs> まあね、それぐらいイーロン・マスクはね、あの、すごいして言ってもできるんですけど、トランプ。バイデン大統領が100ミリオン集めるのにはやっぱり1年かかってるんですよね。うんうん、だから、その1年かかってるのをわずか2日で集めたっていうぐらいに、 しかも、まあ、あの小口献金でこれを集めてる小口っていうのがすごいですよ、ね、いですよね、うん、まあなんかすごく2008年のオバマ大統領を、ね、思わせるような動きになってきている。うん、で、ただ、これで別に終わりじゃないですね。小口献金でもうだから100ミリを集めたっていうことというんで、今後はシリコンバレーとかね、こっちなんですよね。うん、シリコンバレーもまだ大口献金者がこれからっていう段階なので、でその大口献金者が。 バイデン大統領だなっていうんで、ちょっとあの止まっていたという状況があるので、そこにこういう大口献金者が出てくるだろうと、この記事なんかだとワイヤードですけど、シリコンバレーのリンクトインとかね、いくつかのまあリベラル系のえ民主党の献金者たちが、カマラさんに指示に動き始めて、献金なんかもえするんじゃないかということをしているということで、ただ、同時にですね、やっぱり、 圧倒的にやっぱ強いんですよねシリコンバレーというと、まあ、近年はね、えー、ここに20年ぐらいはあのシリコンバレーは全体として民主党支持が強いというふうに言われてたんですけど、ただこれも前島さんによるとね、まあ結構半々ですよというところで、さらにねあの、今回の副大統領候補になった J.D. バーンスさん、バーンスさんって、うん、あのシリコンバレーあの投資家、ベンチャー投資家やってたんですよね。 まあそういうエスタブリッシュメント層とですね、まあ、非常に近い、うん、人間的にも近い関係で、えー、まあそれもあってですね、えー、バーンスさんを副大統領候補、まあ、最もなんていうか、トランプさん以上にトランプ右な人を副大統領に教え上げたのは、まさ、うん、しくイーロン・マスクさん、あの大口献金者としてのイーロン・マスクさんをはじめとする、うん、まあシリコンバレーのトランプ支持グループ、p a y p a ルマフィアの人たちを中心としたグループとも言われているので、うん まあそういう中でテック界の大物がやっぱりトランプ支持をしていると。ただこっちの右の方の CNN の記事を読むとなるほどなと思ったんですけれども、まあピーター・ティールとかね、イーロン・マスクとかあの辺の、まあ、ある種のリバタリアン的なあの人たちがトランプを支持するのはわかるんですけれども、でもそれだけでなくて結構広く やっぱりトランプさん支持に回る人がいて、うん、それはなんかトランプの好き嫌いというよりかは、バイデン政権に対して、ね、やっぱ不信感があるらしい、ね。ううんまあこれ簡単に言うと、あの今の反、えー、トラスト運動ですよね。バイデン政権があのオウム、えー、長官、はいはい、リナ・カーンさんっていうねはい、はい、すごい厳しいですからね。あの えー、ガーファーに対して規制論者で論文とかを書いてた若い女性の方、ねえー、をトップにしたことで今、あのー、いろんな、あのーほほほあのー、提訴が起きていますよね、まあ。リナ・カーンさんってもうそういう意味で言うとシリコンバレーテック業界に対してそこに対して今一番厳しくやる象徴的な存在なので、うん、まあそれをやっぱり据えてテック業界の規制に走ったバイデンさんに対して あるいはデジタル資産なんかにですね対しての、ね、規制なんかも入れようとしているバイデン政権に対するやっぱり不信感というのが非常にあって、まあ、そこをトランプさんが好きなんじゃなくてむしろバイデン政権のテク業界へのそういう規制を強めるバイデン政権に対するノーという意味でトランプさん支持に回っているということみたいですね。 ね、VC だったのベン・ホロビッツとかアンドリューセンもトランプ支持に回ったとかの、ね、言ってましたよね。あ<ー>ベン・ホロビッツが回るとなんか結構ね、うん、ちょっとまたインパクト大きいですよね。でも一方で私なんか不思議だなと思うのはこのバンスさんの公約見てるとグーグルのなんか分割みたいなこと言ってるじゃないですか。うん、だからやっぱり結局好き嫌いあんだなと思ったんですよ。イーロン・マスクとかピーター・ティールには近いけどもじゃあグーグル的なまあいわゆるその。 全てとじゃあ,あの近しいのかっていうとそうでもない。で、もう一つなんか不思議だなと思ったのは、昨日もちょっと前島さんのところでも話になってましたけど、だって EV 規制してるわけで、EV をもうあの量産体制やめるって言ってるわけですよね、トランプは。うん、それになんでイーロン・マスクがこんなに多額の献金するのかって、この人もテスラ諦めんのかなみたいな。うん、むしろ逆に、いやいや、献金をたくさんして EV のその、 支援を止めないでくれという意味でやってるのか、うん、この辺がちょっと読めないですよね彼らがどういうふうなスタンスで付き合うとしてるのか。のから、まあいろんなアナリストの人たちの、ね、分析を見ていると、まあ、いくつかあってテスラがねダメでもスペース X 宇宙の方を支援してくれれば全然別にプラスマイナスでイーロン・マスクにプラスになるだろうねっていう、まあ、そういうふうに見ている人もいれば。 まあこれはだから一期目のトランプさんがやっていたことでもあるんですけど、まあトランプさんなんて別に思いつきで全部ものを言うような人なので、で、実際にそれをやるかどうかというのはまた別の話で、で、さらには今選挙の前ですから、選挙で支持を集めたいので、まああの EV 発言っていうのはオイルメジャーですよね。オイルメジャー、あるいは自動車産業とかがやっぱり強い、ラストベッドとかね、接戦州なんか、製造業とかに対してのある種の あの、宗派みたいな形で、えー、いや、EV なんかダメなんだと。お前ら、あやっぱり、あの、ちゃんと、あの、石油大事だし、自動車産業そのものを大事なんだっていうようなことを言っておいて、まあ、実際に大統領になってからは EV の規制とか全然やらないで、イーロン・マスクの思う通りにしていくんじゃないかっていう、<laughs> その、あの、選挙前だけのパフォーマンスとして言ってるだけだよねっていうのを、イーロン・マスクもわかっているから、 あれを放置してていいるんんんじゃないのなんてそんなのそ見方まあまああとはだからそのために別途してるっていうかね多分その金入れ,入れとかないと逆に、うん、あの本当に規制されるかもしれないからっていう保険をかけていくっていうのもあるとは思いますけどね。んかまあでも、まあ、さっきのカマラさんの話に戻ると、えっと、今すごく跳ね向きと言われていてでやっぱりみんなこれだけ20歳も若い人が出てきてでやっぱりまあいろいろな。あの キャリリアを見てもいろんなストーリーが語れる、まあ、今ココナッツがすごくね愛好になってるって言ってあのいろいろ若い人がココナッツのマークをつけてるみたいですけどもっていう時期って多分あと1か月ぐらいだと思うんですよね。で、まあ、副大統領誰を選ぶのかっていうことと民主党の多分党大会がピークだと思うんですよ盛り上がりの。まあ、それまでに決まるでしょ副大統領。でおそらく、まあ いや私なんか今、副大統領候補になっている知事がブワーっといろいなメディア出てくるけど民主党っていい人材いるじゃんと思ったんですよ、うん、結構、ねうん、知事に。ね、あとまあブチレチみたいな方もいるしだから、やっぱり現職があのバイデンさんがいるっていうことでみんな、やっぱり今回は大統領選に名乗りを上げなかったけどいや別にいたじゃんみたいなのは少しちょっと救いでこ、うん、の中、誰選ぶのかなっていうのは。 な面白いですよね、うん、ど,どういう組み合わせを持ってます、うんまあ、今のところねあの BBC の報道なんかだと副大統領候補、えー、ウィットマーさんミシガン州知事のねまあラストベルトで女性同士になったらめっちゃインパクトありますよねだって例えカマハリスさんの記者会見とか見ているとやっぱり女性に対する抑圧っていうのを、まあ、あのトランプのやり口は分かってんだと、まあ、それに勝つんだっていうようなことを結構力強くね まあむしろあのトランプと真正面から対決するっていう、ね、姿勢を出していてまあこれ女性女性になればまたねそれは違ってまあでも、うん、ミットマさん自身はねあの結構恩恵派であの民主党の中でもあのそんなプレグレッシブではなくて、うんまあ、やっぱりちゃんと接戦州での知事をやってるっていう意味でのねやっぱそこ,そこのところの調整力みたいなものっていうのがね えー、あるんじゃないかと言われているまあニューサムさんなんかはね、えー、当然あの注目ではあるんですが同じカリフォルニアカリフォルニアだとちょっとね,ねやっぱりラストベルトとかから選ぶんじゃないかなという感じはしますけどねやっぱりバースに対抗するためにそうするとやっぱりミシガンのねウィットマンさんいるじゃないかと、うんまあ、あるいはあのやっぱ能力がねすごい高いっていうね、うん、やっぱスピーチ力がすごい。 コミュニケーション力がすごいということでも注目されている。まあ、もともとこの人もね、もう将来の大統領候補と言われている。ブリジェッチ、えー、長官、まオープンリー原因の方ですよね。はい。はい、まあ、本当にウィットマンさんとかブリジェッチさんが副大統領候補になったら、相当インパクトがいで、ね。インパクトありますよね。まあ、そういう中で、まあ、シャピロさん、プリッツカーさん、あるいはケリー上院議員とかね。うん。ええー、様々なね、えー。名前が上がっています。はい。 よりラディカルにいくのかよりこうう包括的というか割とこういろんな人を包括的にするのかの、うんまあ、方針どっち取るのかなっていう感じですよね。うん、やっぱり多分あのペンシルバニアの州知事なんかシャピロさんなんか入れることによって、まあ、ユダヤ票、うん、おそらくカマラさんは非常にシンパレスチナって言われているのでユダヤ票が逃げる可能性があるので、まあ、その辺をそのシャピロさん入れるっていう、まあ、戦略もあるかもしれないし。うん っていういろんな多分今考えられてるんだろうなと思います。うん、もう一つがやっぱり鎌田さんってどうしても。 4年間の実績というのは弱いし、まあ、非常にこう不遇だった面もあると思いますよ、すごく難しい政策をやらされてたという移民政策。だけども、やっぱり存在感が決して高くはなかったけれども、彼女自身、この大統領選って見てると面白いのは、選挙の中でどんどん変わっていくじゃないですか、すまあ、オバマ大元大統領が典型ですけども、やっぱりその予備選からすごいカリスマ性がどんどん出てきたんですよね、やっぱりこうスピーチもどんどん上手くなっていくしみたいな。でやっぱりカマさんがすごくここ ここで化けるのか誰まあ副大,副大統領候補の人生もすごく注目なんだけどカマラさん自身の変化がどうなのかなっていうこう今やっぱりまだみんなカマラさんっていうのはあったと思うけども実際に指名をされるまでは本当に勝てるのかっていう懐疑的な見方もあったわけですよなぜかというとはい、はい、実績だったりとかカリスマ性だったわけですよでもやっっぱり人って 立場,がか立場が人を変えることもありますよねカマラさん自身が出せてなかったなんかこう彼女の強さとかまあある意味優しさみたいなものとかこうどうやって国民と直接絶対になんかバイデンさんちょっと後ろにいたんですよね、うん、今も今日してもウクライナ統領ってだからまあそのバイデンさんというくびきが取れたことによって少しやっぱり解放された感じありますよね、うん、すごくだからあのスピーチなんかも堂々としてるし笑顔だし。うん、であれが 今は1人で語ってるときはいいんだけど、トランプとの,その討論会になったときとかに、すごくどう出るかとか、うんうん、だからやっぱりその辺が、むしろ大統領選で大統領になっていくみたいになればいいな、うん、しかも短期決戦なので。あのこちら、ニューズウィークの記事で、これ面白かったですね、実はカマラ・ハリス、トランプにとっては組みしにくい相手じゃないかっていうことを5つの点から。うん コラムニストが挙げていて、まずあの1つ目の理由というのは、バイデンが撤退すると同時に資金が非常に輸入してきて、るまあさっき紹介したようにですねまあ過去最高の勢いみたいな形でお金が集まってきているのがあると。でもう2つ目がですね、バイデン大統領が撤退したので、そうなると、歴代最高齢なんですよね、トランプが。それまでは、年齢問題でバイデン大統領を批判したのが、その年齢問題。 年齢の危機みたいなものというのが自分に今度は振り返ってくる、ね。自分にかかってくる。うん、というのが 2, 2つ目の理由で、3番目は、まあ、トランプの支持層というのは大衆であると。で、それに対してカマラ・ハリスはエリートであると。で、やっぱり彼女の支持は民主党の,あのエリート層によって支えられているトップダウン型なんですけれども、やっぱりまあ、あの若い人があのバイデン大統領のやっぱりイスラエル政策によってやっぱかなり失われていた部分が、 ハリスさんになることでこれ回復するんじゃないか。まあこれ多分、ハリスさんね、どう向き合うのかっていうことを示す必要はあると思うんですけど、バイデンにだけ、トランプには入れないけど、でもバイデンにも入れないって敵権すると言われた民主党のね、若い層というのが、まあごっそりと奪い返せる可能性があるというのが一つのポイント。で、まああとは、あの、構図として非常にわかりやすいのは、 まあ、四つの大きな提訴をされていて、不倫口疑惑書類あの、機密文書持ち出し疑惑、うん、議会襲撃扇動疑惑、でそして、えー、ジョージア州のね、選挙結果を変えようとした、まあ、いろんなあのことをやっていて、まあ、実際もう有罪の表決なんかも出ていて、まあ、犯罪者なわけですよね。重犯罪者であるトランプが履行している。でも、重犯罪者のトランプに対して、 検察官と検察官がやるっていう、うんうん、まあ犯罪者と検察官のバチバチの選挙って、うんまあ、ドラマの筋り合でもなかなかできないよねっていう、うん、まあ対決構図というのが、えー、そこが生まれるということ。そして、えー、最後、それが4つ目。そして最後の5番目というのが、まあ浜田さんもね、さっきご指摘されていた2022年の中間選挙で、まあ、レッドウェブが起きなかった一番の要,要因とも言われた中絶ですね。 人工妊娠中絶の問題というのが、まだやっぱり全米これくすぶっていて、で、アメリカは、あの、プロジェクト2025のようなですね、やっぱ保守系のシンクタンク団体がですね、もう人工妊娠中絶をやっぱり非合法化しようというふうに動いている中、まっ全く継続している問題なので,で、今回やっぱそこにカマラ・ハリスさんというね、女性が大統領になったことで、まあそこの支持がかなり強固になるんじゃないか。 というですね、ことが言われています。そして、こちら CNN で。まあでもそんなあ、女性の結束を強めるんじゃないかとも言われているのが、まあ共和党議員がね、早速、えい、うん、や、カマラ・ハリスなんてそんな実力もないのに、DEY 枠、ダイバーシティ・エクイティ・アンド・インクルージョンっていうね、まあ今企業なんかでね、注目されている用語ですけれども、まああのあ、あの人別に、あの、ダイバーシティ枠でそこに入れられた人でしょと、というような、 発言があってるわけですよねでやっぱり人種とかを理由に、まあ、人種的なことが理由で、あの人ダイバーシティ枠だからたまたま立候補できてるんでしょうみたいな。っていうことは、やっぱり実際にアメリカの職場で有色人種の女性とか、黒人女性の人からしてみたら、まあずっと言われているようなことですからね。まあ、そういう人にとってはですね、やっぱり共和党がそういうふうに言えば言うほど、アリスさんの支持は集まるでしょうと。だからこれをは、あの、 共和党がこういうふうにあのハリスさんを、まあ、人種だとかね、見た目だとか、うん、まあそういうような差別的な理由で攻撃をしていくと、それはハリスさんにむしろ力を与えることになるんじゃないかっていうででですすすねねねそそんな記事です、ね、そうです、ね、最近はの黒<の>人とかヒスパニック系のねあの日も一部やっぱり共和党、トランプに流れてるって、うん、民主党離れも起きてるっていうのがあったので、やっぱりその。 そこってすごくあの手厚い、分厚い本来は支持層のはずなので、うん、今回、まあ、共和党がこうやる発言をしたり、実際、カマラさんが出ることによって、引き戻せるかですよね、そ、うんで。そしてもう一つ、今、結構炎上しているのがこちら、J.D. バンスさんが、ひどいなボックスニューツ、うん、のインタビューで、2021年に答えたあるのあのインタビューが掘り出されていてですね、まあ、その時にですね、 えー、つまりこのハリスさん、あハリスさんお子さんいないんですけれども、えー、ハリスさん、そして、まあ、民主党の最左派の一人のおカシオ・コルテス、アレキサンドリア AOC 議員、うん、あるいはあのー、オープンリー・ゲイのブリジチェッチ運輸長官っていうのを全部名指しして、うん、民主党の将来というのは子供のいない人によって支配されているんだっていうことを注意しまみた。いな、ね、感じで まあ自民党の議員もだからこれぐらいの発言をずっとしてるってことなんですけれども。ねまあ、でもここまではっきり名指しとかで言ったら、普通議員辞職員になりますよね。うんまあ、ねそんな人が副大統領候補でいいのかっていう感じがしますけど。でまあ、こういうふうに言ったことが、過去の発言がまあ引っ張り出されて、相当このバンスに対してのまあ反感というのが高まって炎上しているというですね、まあ、それらのことがさまざま相まって、ハリスに対する <laughs> 期待そしてまあ民主党も変わるんだっていうね、そういうような結束、そして共和党に対する非難などが集まった結果、世論調査も変わってきました。えーまあ、銃撃事故延期以降あの、トランプ大統領が若干差を広げていたんですけれども、今、相当この拮っ抗してきてまして、最新のリアルクリアポリティクスのデータを見ると、もう、 トランプとハリスの差っていうのがもうほぼないに等しい、まあ、まだトランプの方がちょっと有利っていうのが多いんですけれどもしかしもうほぼ、えー、もう逆転可能な接戦になってきて、まあ、そんな模試らほぼ虎格虎なんて言える状況じゃないというふうにねまさに前島さんが言っていた,てた、ねえー、状況になってきている、まあ、やっぱりそれぐらいあのハリスさんが出てきて、まあ、そしてハリスさんへの期待感って みんなが盛り上がったことによって、もう完全に1回、ちょっと大統領選の構図がリセットされましたよねと。で、やっぱりあのトランプ熱が銃撃事件で上がっていたときに、バイデンさんが降りた。で、そのバイデンさん降りるタイミングとしても最高でしたよね。共和党大会で、うん、共和党大会ではバイデンの、高齢なバイデン批判っていうのをずっと言ってきたに、そこにほとんど費やされていたものが、 それが一回リセットされて、ほとんど無効になってしまったっていうことですから、まあ、トランプさんの今の戦略、戦略って、基本、バイデン攻撃しかしてこなかったので、うん、まあ、そういうものが全部一回リセットされて、えー、アリスさんってなったので、まあ、これ、まあ、あまりにもベストなタイミングで、そして、民主党のこの結束もすごいっていうところも含めて、いや、ここまでもう誰か絵に描いてたんじゃないのなんていうね、いう人もいる。 ぐらいに、うん、まああとハリスさんのやっぱりキャンペーンとかがすごいしっかりともう準備されていったのでまあそれはやっぱり相当こういうことも予期してね準備してたんじゃないかなんていうこともありますしそしてこれも話題になりました、えー、そうねビヨンセがね,セね使っていいよってそうなんですよ戦、うん、隊本部で、えー、ビヨンセのあのケンドリー・クラマーと一緒にやった曲をフリーダムという曲をなあ流れてこれで登場してきたっていうところで まあ、いろいろ盛り上がって、まあ、前島さんのやっぱおっしゃるですね、格虎っていうのは、うん、言ってる人はね、何も分かってないというのがね、かなり、ねうん、強く主張されていたんですが、民主党が結束したら、かなり接戦になるだろうという、うんまあ、この辺の話はですね、あの昨日の、ぜひ前島さんのでによくほうで見ていただければなと思います。はい やっぱりもうあの何週かのラストベルトの結局スイングする週に結局は絞られているわけですよねどっちが勝つかっていうのは、うん、なので、まあ、今後多分あのそこを強化していくような副,副大統領候補を選びどういう政策をそこに対して打ち出していくのかっていうところあとはやっぱりもともとその支持が離れた人は自然的に戻ってくると思いますしなんかあの今トランプが えっと、カマラハリスさんを揶揄したような、こう真似したような動画もすごい回ってるじゃないですか。うん、あれをやればやるほど、めちゃめちゃ女性票離れていくと思います。うん、女性がだから気づいてきますよね。すっごいバカにしてるから、うん、あの女性を。これはあ,のありがたいですよね。うん、あのバカにすればいいと思います。そしたらまあ女性は離れていくのね。うん、はい。 えー、この前島さんの回がですね、えーと、ダイジェスト映像があるので、えー、ダイジェスト映像、じゃあちょっとご覧ください。あの前島さん、実は意外なことに、ポリタス TV はね、私自身も意外でというか、出たい出たいと思ってて、たまたまタイミング合わなくて、だから今回、とても嬉しいです。 で、ずっと今年変なこと言われていて、えー、ほぼ虎とか、最近ガチ虎とか、カクトラとか、去年ぐらい、去年の10月ぐらいから言ってるわけですね。嘘ばっかりだと私は思ってます。だから日本が過剰にトランプ、なんだろう、強いと思ってる。わずか2、3ポイントなんですよ。2人の差は。 カクトラとかガチトラとかホボトラとか数字を見たら全くそんなこと言えないしちゃんちゃらおかしいと私言おうと思ったんですが、うん、ちゃんちゃらおかしいと思うんですね、うん、常になんかメディアの変遷みたいなものも大統領選挙である種一つ焦点になった四年ごとに メディアと政治の関係が変わっていくんですよね。で、アメリカの選挙ってハイテクドブイッタ選挙って最近のこと言うんですが、私自身は。党派性が強くなればなるほど選挙に行きます。ですので、ほっとけばいい。基本的に分断の時代なので、いかにこの分断の中で少しでも選挙に行かない。 無党派と言われる人たちで、その中の共和党より、民主党よりを無理やり選挙に使う制定化させる、そのために莫大なお金がかかってる、しかもそこでそういうことやってるのってどこかっていうと、あの激戦州だけっていう、昔はまだ真ん中に2つ山があって、真ん中重なってたイデオロニーの山が、いわバカーッと分かれちゃった、分かれちゃった中でどういうふうに選挙をするかって、本当に自分の思想を固めるしかないっていう、なんかすごく。 ししいっちゃむなしいゃですよね、あのー、政治学者としてこれでいいんだろうかって本当に思うようなふうにあの民主主義って何だろうってところあのほんの,その共和党の中の福音派だったりそれは福音派が応援してるからですがあるいは、えー、とラストベイトの人たちだからをこう重視するがために世界情勢がおかしくなっちゃう。討論会が終わって であれからど,どれぐらいかかってバイデンさんが辞める前どれぐらいかかったかっていうと3週間超えてるんですよね。要するに最初のの週間って数人の議員で いいろろ騒いだけど、この議員ってそもそもがもともと負ける確率が高くって、まあ、24時間ニュースチャンネルでちょっと、まあ、リベラルの方とか見てると、えー、あるいは CNN も見ていくと、バイデンさんやめろと言ってる議員ばかりインタビューするとか、なんかすごい、なんなんだって、やめさせたいんだなって感じはちょっとしてて、メディアの方も騒いでと、リベラルメディアが騒いで、えー、なんていうのかな、結構いろんな情報垂れ流しだったですよね、チェックせずに。 このあたりはメディア報道はどうだったんだろうかって、ちょっと,、えー、と客観的にどこかで私自身が頭に来たのは、頭に来たって表現わざとしますが、頭に来たのは、えーと、トランプさんが打たれたのは、バイデンとか民主党が、えー、トランプを悪魔化してるからだ。 やったのはお前たちだみたいな表現を、今度、えーと、トランプさんの副大統領候補になったですね、j d バンス、あれが言い出して、共和党側を固めるためにわざと言ってるので、 だから意図的に共和党側を怒らせようとしてるわけですね。ああ、土砂欲許せんぞ、みたいな感じ。で、バスとしては、ね、共和党の予備選で負ける、もう負ける寸前になった。いや、俺はこれは、これ生き延びるために、俺もトランプ回収しないとかんなってことで、トランプさんの時にまさにぬかづいてで、応援演説してもらって、だからトランプがなかったら負けてた男なので、もう一生ついていきますみたいな感じになるもう言ってることはトランプ以上にトランプだ。 今もうトランプに忠誠を尽くすしかないというある種共和党のカルト化っていうのが急速にやっぱりこの5年6年ぐらい進んでしまったっていうことの問題点もあると思うんですけどもまあ,あ共和党変わっちゃって戻るかどうか一、うん、回開けたものなかなか戻らないと思うんですね。<あ>魔法使いいいはランプになかななかか戻ってくれないだと思います8年間冷や飯食いたくないわけですよね。 シンクタンクの人たちは、早く政権に入って、トランプよりもトランプ的な、トランプよりもアメリカファーストで、トランプよりもマガなことを言うことによって、トランプに評価されて自分たちは政権の中に入りたいと思う人ばっかりなわけですよね。ですので、シンクタンク軍団がだいぶ変わった。トランプに対して否定的なシンクタンカーを大きく減り、トランプ以上にアメリカファーストの人たちばっかりに、 え少なくとももう世代交代しちゃってるえトランプというのは激弱なのでトランプという名前に対しては民主党側はみんな結束しますですので絶対並んできます、えー、だから誰を副大統領に候補にしても、あのー、そんな悪くないしハリスさんで十,十分戦えると思いますね 通常、メディアの危機っていうのは政府がコントロールするからいけないと。えー、これがあのポイントだけど、アメリカの場合は自由で、自由だから勝手にやっちゃうから、その自由,自由が嘘のニュースを読んでいる。それがとんでもない歪んだものを生み出していく。さらにそこにお金の論理が入ってくるっていうことで。だから、アメリカ版メディアの危機、内戦っていうのは必ず一つのパターンがあると。 独裁政権ではまず内戦が起こらない。独裁者がいるから。もう一つ、民主主義でも起こらない。法の支配を知ってるから、えー。その真ん中が怖いんだ。民主主義が民主主義じゃなくなる時が一番内戦が起こるんだ。えー、世界の内戦はそこに至っている。アメリカはもう民主主義じゃないんだ。ってその人の決断で。だからアメリカいつでも内戦が起こる状況にある。 アメリカ政権ずっと見ていた私でも現実と思えなかったことが普通に起こっているわけですよ。ええー、浜田さんは前島さんとの会ご覧いただいたんですよね。はい、2時間。戻ました。うん、濃かったですね。いや、なんかすっごい楽しそうにね、前島さんがね、話されて。前島さん、あの。 なんていうんですかね、ウォッチャーとしてすごいですね。うん、まあ、当たり前ですけど、研究されてるので、そう言いう方も失礼ですけど。でもね、詳しい。でもね、ちょっと裏話をすると、あれ、収録をしてたのが月曜の深夜なんですよ。深夜って言ってもね、しかもね、24時を超えてスタートして、2時過ぎまでやったっていうね、収録をっていうですね。あれ、収録だったんだ、うん。そうなんですよ、収録、ね。ライブかと思って、昨日ライブで見てましたけど、あの9時から見てましたけど。いやー、そうなんですよね。うん、で,もでももう、なんか、 楽しそうにずっとね喋られていてい、うん、ネタの方向ですね、こ大統領選と特にあのメディアの関係とかも含めて、ねうん、あと、なんか昔のこの時の大統領選でこうでこうでこうでみたいな <laughs> すごい,詳しい、うん、まあね、やっぱアメリカ学会会長なだけあるなという感じですね。うんはい、という感じで、まあ、本当にあの勉強になる、ね、会ですので、ね、見応えありましたとても、ねはい、見ていただければと思います。 で、まあ多分ね、その大統領選の行方とかにもですね、微妙にやっぱかかってくるだろうなという、国際のニュースではですね、こちら、えー、国際司法裁判所 ICJ がですね、イスラエルの、えー、この占領集結を、つまりガザだけじゃなくて、えー、西岸も含めた、もう入植政策っていうのをもうちゃんとやめろということをもう ICJ がもう勧告をしたということで、これもなんかちょっと一段レベルが上がった。 国際社会としての、ね、対応がというところもあって、まあ、これもね、まあ、こういうものを踏まえて、えー、民主党側が、ね、どう対応していくのかっていうのも注目ですねあのネタニヤフがあのアメリカ議会で演説しましたよね、うん、あの時に AOC とか民主党議員がスピーチの時にボイコットするって言って,、うん、言っていて、でカマラさんも実は欠席してるんですよね。うん でえっと、スケジュールの都合って言ってるんだけども、まあ、副大統領が欠席するっていうのは異例じゃないかっていうのをう X なんかでちょっと見たので大元のニュース見てないからちょっとあの本当かどうかちょっと危ういたらごめんなさいでもこれは結構やっぱどういうふうにこう受け止められるかも多分分かった上でこれをやってるとしたらカーマラさんのやっぱりその今のイスラエル政策に対する考え方の一端かなというのは感じました。ように やっぱりあの反イスラエル、あるいは親パレスチナというのを打ち出しすぎると、相当やっぱり選挙には不利に働くっていうね、うん、もあるから、そこら辺のバランスは難しいところでしょうね、おそらく。うん、え国際ニュース、<う>こんなのもありました。韓国の検察が大統領夫人をブランドバット受け取り、収賄容疑で聴取っていうことですね。あ<ら>まあ、でもなんかちゃんと検察が機能してくる、してる国っていいなって思っちゃいますよね、シンプルに。<laughs> あのですね、この夫人、いろいろ前も疑惑ありましたよね、うん、検察出身の大統領なんで、検察の捜査を止めるってことはしないと思いますけど、うん、ね、ジェンダー・ダイバーシティ関係だと、えー、浜さんがの注目のニュース、こちら、役員比率19%、4割達成が視野に入ってきているけれども、まあ、結局、ほとんど社外取締役の登用で、うんまあ、やっぱり女子アナとか多いですよね、みたいな話でもあるんですが、やっぱりまあ社内育成というのが、 ななかなか難しい、まあ、社内でなかなか育てて経営陣には入れられないので、まあ、そうなると外から知名度の高い人を連れてくるみたいなねそういう話ですね。うん、まあ何度もねこの前提となっているのが厚労省がその女性管理職比率の公表を、まあ、企業に義務づけるとでそれも非常上の企業も含めて、まあ、義務づける方針を、まあ、今あの立てているということが前提にあったからおそらくあの調査したんだと思うんですけども。 やはりその取締役だと社外取りであの結構持ってきたりできるんだけどもやっぱり部長クラスとか課長クラスが本当にまだ数字が低いんですよね。うん、部長クラス多分10%切ってるぐらいで平均で,で課長クラスで多分15%ぐらいでずっとどちらかというと足踏み状態なんですよね。うん、それがすごく問題ででやっぱりななかなか皆さんいや適,齢期であの適 適切な人材がいないっていうことを言うんだけども、えだったらやっぱり早く育成して、もう年功序列も崩して、やっぱり抜擢人事をするとか、するしかないわけですよ。だからやっぱり積極的に増やそう、ちゃんと増やす、でそのただ増やすっていうんじゃなくて、なんで増やさなきゃいけないかっていうところが腹落ちできてない企業多くて、結局さっきあの小林製薬のところでもあ、ね、言,言われてましたけど、経営層とか意思決定層におけるダイバーシティ、多様性っていうのがなければ、 それはもちろんそのポジティブな面では成長もないし、もっと言えばああいうふうな不祥事が起きたときの、やっぱりまあ不祥事の逆にその、なんていうんですかね、上を忖度するような組織になってしまうんで、不祥事が起こりやすいと言われているから、意思決定その対応が必要ですよね、ということが分かっていれば、うちの会社はまずいとなって、採用も増やすし、その育成もすごく早ましでやると思うんですけど、なんかね、みんなスピード感がないんですよね。うん、ええー このその中でね、まあ、これはちょっと注目すべき動きですよね。うん、女性管理職、うん、経営人だけじゃなくて、管理職の比率というものを、ちゃんと非常上企業であっても、もうちゃんと公表していきましょうというね、まあ、本来だったらね、あのノルウェーみたいにね、上場規非常上を問わず、基本的にはもう割当てクォーターっていうのをやって、クォーターじゃないところにはもう罰則をみたいなというところなんですけど、まあ、とりあえずまず公表させようというのがね、出てきたという動きですが。はい ダイバーシティの進捗状況を見るときに、ダイバーシティ三指標というのを言われているのは、女性管理比率、男性の育休取得率、男女の賃金格差、男女の賃金格差は去年から従業員301人以上の企業、まあ、これから100人1人以上の企業になると言われてますけれども、男女の賃金格差の開示義務化されたので、まあ、この管理職比率なんかも、やっぱりあのなんていうんですかね、公表が義務化されると、セットで見ることができるんですよね。うん なので、やっぱセットで見ることによって、本当にその企業の実態って分かるので、女性完熟比率が高くて、男女の賃金格差が大きい企業もあるので、やっぱりいくつかの数字をやっぱきちんとあのセットで見るっていうのは、すごい大事だと思います、えー、こんなニュースもありました。ジェンダー合理、平等合理と言われているんだけれども、なかなかやっぱり女性指導者の活躍が広がらないと。でなんで、女性指導者で、これやっぱり、 あの女性の指導者の割合は、えー、やっぱりまだまだ10%か25%しかいないということで、えー、前回の東京オリンピックの時の女性指導者は、女性割合が13%ということで、ね、まあ、そういう意味では多少高まりそうなんだけれども、まだまだ道半ばで、やっぱりその女性指導者が少ない理由というのが、まあ、スポーツが男性中心の上下関係がはっきりした社会で、その構造が変わっていないと。 で、まあ、スポーツ界ね、うん、かつていろんな不祥事があってということなんですけれども、まあ、宮田選手、宮田翔子選手が出演と印象していたということが発覚して、パリ五輪リがもう直前にね、えー、辞退することになった。まあ、日本代表のエースですからね。と、うん、いうことで、まあ、でもこれね、まあ、もちろん法令、法律違反だから、やむを得ないという部分もありつつも、しかしやっぱり、なんていうか、まあ、これを、 あの処分することでしか、と、まあ、いうかね、いろんなあの裏金議員とかはね、全然処分されてない中ね、えー、こういうところだけものすごくきあの潔癖にね、えー、処分をしてみたいなっていうことで、バランスの悪さなんかもね、見えますし、やっぱりこれが彼女がね、やっぱり女性の若い女性だから、 攻撃されざるを得なかったのかとか、まあ、すごくやっぱりいろんなこういう男性中心のスポーツ業界の上に,にいる人たちの保身みたいなものとかが、ね、見えたりとかって、まあ、これもなんか、あので女がね、やってしまったことはやっぱりまあ過ちだったと思うんですけれども、うん、なんかいろんなことを考えさせられる論点がある、ね、ニュースでしたね。うん、あ一つ前のニュースで言うと、今,年あ今回のパリ五輪って、選手は男女同数になるんですよ、初めて。うん だから、えっと、ほぼほぼ選手はやっぱりもうそれぐらい、えー、女性がいろんなスポーツにもやっぱり進出してきてると。でも一方で、この指導者に少ないっていう、この非常にアンバランスですよね。だから、選手は増えてるのに指導者が増えてないっていうのは、じゃあ何が問題なのかっていう時に、私ちょっと先週、たまたまあるアワードの審査員やってたんですけども、その中のピッチコンテンツに出た一人の方が、トレーナーの方だったんですよ。で女子の えー、特にその女性のトレーナーが非常にやっぱりあの少ないで彼女がそのスポーツトレーナーを目指す時にある男性のトレーナーの,、まあ、あの先輩からじゃあ、えー、と結婚とか出産を諦めるんだなって言われたんですってでまだまだライフイベントとの両立も難しい。 実際問題、本当に難しいかどうかわからないけども、そんなことをやってるやつはトレーニングにはなれないといった、すごく偏見が男性側にあるので、まあ、女性たちがやっぱ選ばなくなってしまうということがあるから、彼女は自分がじゃあその第1号になるためにアメリカに勉強に行って、女性のトレーナーとかスポーツを支援する側ですね、まあ、指導者も含めて、選手を支援する側に女性を増やす活動をやってました。 そういう人がまあ少しずつは出てきているのは事実なんですけども、実態としては非常にここに格差があるというのは感じます。そして体操の,あの選手の関係でいうと私、その処分の内容についてはいろんな意見があると思います。私もまあ法律違反であるということを、まあ、再三、えっと、やっぱり、えーまあ、これ、20歳を超えても選手は喫煙は、えー、やらないようにというようなことを言われていたわけですよね。なので ま一応、ルールを破ったということは事実であるので、し、え、か、ー、ない、厳しいけどしか方ないのかなっていう気持ちもあって、ちょっとこれは何が正解か正直私も分からないです。うん、でも私がひどいなと思ったのは、記事出してもらっていいですか発表は辞退っていうふうになってるんですよね。うん、私ね、本人が本当に辞退したのか、うん、辞退に追い込んだわけですよ。うん、辞退という形を取らせたと思っていて。うん はは出たたかったですよ多分それはそ、ね、ごめんなさいって言って謝るか謝罪会見もするか出たいっったと思いますでも何か辞退することを決めたって、まあ、メディアも書くのもどうかと思いますけど体操協会とかそのが言ったんじゃないかと思うんですよねこんなあの辞退しろって。で、ね、何でかっていうと彼女があの所属してる大学がねこの辞退という決定とか発表に対してちょっと不本意な感じのコメントをしたんですよ。 つまりこういうことに追い込まれたんだなと思って、それさっき、福田さんがおっしゃったように、大人の保身だと思ったんですよ。自分たちが処分すればいいんですよ。日本体操協会は、彼女をルール違反だから処分しましたというふうに堂々と、自分たちがそう思うんだったら、えー、処分をすればいいのに、本人が決断したかのように事態を追い込んでいってしまい、結局、本人の責任にした。そのの体操協会の責任は 問われないようにしたって,って。私そこがすっごい。今回ずるいなと思いました。で、要はどういうしょ、どういう結果になっても、これは賛否両論あって批判も受けるんですよ。その批判をせめて大人が受けるべきじゃないかと思いました。こんなニュースもありましたね。国連人権理事会の専門家がビジネスと人権のね。細胞業務会のえー、専門家がにあの nhk のインタビューをくれてまあ、結構辛辣なんですよね。 これまでの日本の社会規範は時代遅れだと受け止め、社会が一丸となって最新の規範に変えるべき、あるいは性別をもとにした日本の社会規範はもはや時代遅れで機能していない、非常に深刻な状況で差別やハラスメントが存在していて受け入れられないと。企業としても誹謗中傷は絶対に許さない、これじゃニーズ問題なのかもでしょうね。 そして職場の中で性別に基づく差別やハラスメントが存在してますよねと。そしてそれを許している原因として、まあ、政府から独立した人権機関がないと。国内人権機関というのがないのがやっぱり原因だと。それがあれば被害に遭った人たちが報告報復を恐れずに発言することができる。他の国でも効果的な組織となっていて、人権侵害を要望することにおいても非常に有益なので、それを作ってほしいと。まあでもこれって本当に兵庫県で起きた。 こと公益通報が保護にされて、それどころか通報者が、えー、追い込まれて自身を選ぶというのは、まさにこの国連人権理事会が、あ,、まあ、あるいは鹿児島県警でねあの、告発者が逮捕されるみたいなっていうことで起きているということを本当によく表していることだとも思いますし、どうしてもね、なんかその点で思い出したのが、えー、先週ね、 ひまそら茜氏がです、ね、コラボの名を毀損したということで220万円の賠償命令が出て、まあ、この判決自体は当然の判決で良かったとは思うんですけれども、うん、ただもう全く本人痛くもかゆくもないわけですね。こうやってあのデマをもとにご情報をもとにあのこういうなんですか、ね、社会の公益のために活動しているのをあの攻撃をして攻撃をするっていうこと自体で1億5000万とか集まっていて。 まあそれを実名で元官僚やら、ジャーナリストやら、経済学者やら、いろんな人がもうそういうのを支持しちゃってるわけですから、いや、本当にやばいなっていう状況が続いていて、さらには、もうちょっとやっぱ本当深刻だなと思ったのは、最近は、あの、コラボだけではなくてね、えー、キッズドアですよね、とか、そういう他のもう、子育て、子供の支援を、ま,あ、まさに政府の公助、公的責任というのが追いつかない部分を頑張って NPO が少女でやっているところが、 そこに、まあ、税金の補助金とかが入っているということを問題視して、不透明だなんていうふうに難癖をつけて、完全な難癖をつけて。<す>国民民主の関係者まで言っててね、もう最悪ですよね。よね最悪ですよ、本当に。これ、共同し通信の記事なんですけれども、こちら見るとですね、寄付が減っていると。フードバンクが危機になっている。そこに物価高騰もということで、うん、でもなんで寄付が減っているのかっていうと、間違いなくそういうような。 きましらしのような、あるいは暇そらしを支援するような様々な言論人、文化人のによって作られたネット世論によって寄付が減ってフードバンクが危機になっている。い本当にちょっとそこ抜けすぎだろうって、僕も本当怒りしか感じないんですけれどもね。うんうん ちょっとこの前の,そのビジネスと人権のところでコメントすると、まあ、ちょっと最近ずっとビジネスと人権の取材をしているのであの、もちろんジャニーズ問題みたいな問題もあるし、ハラスメントみたいな問題とか、その内部通報とか、公益通報の方がちゃんとしてないというものでもあるんですけども、日本の企業の特徴は、このビジネスと人権といった場合に、非常に範囲を狭く捉えていることなんです。 例えばビジネスの人権の取材でいくときに、調達部の方が出てこられることがあるんですけども、例えばサプライチェーンとか取引先、都道府における、ですね例えばそういった原材料を調達しているようなところで強制労働とか自動労働がないかっていうのは、すごく大事、ここはきちんとやってもらいたい、もっと言えば、えー、と国内の取引先、特に下請けに対してですね、搾取的な構造になってないか、これもきちんと見てもらいたい、ちゃんとせせあの適正な価格で取引がされているか、これも実は人権問題だと思います。 でも、日本の企業がすっぽり抜けてるのは、従業員に対する、あの働く人に対する人権問題で、特に例えば非正規雇用の人たちですよね、非正規雇用にしたままでいいのか、本当にとか、ドイツって非正規雇用っていう概念はもないんですよね、短時間で働く正社員っていう風になってるわけです。とか、まあ、男女の差別も人権問題なんです、本当は。とか、長時間労働とか、過労死とかも人権問題なんです。 でもっと言えば、えっと、転勤、合意のない転勤なんてしょっちゅうありますけども、これも実は、えっと、国連からは、もう、例えば昇進の要件に転勤、何回かその、えっと、県内各地の支店を何か所とか経験したら支店長になれるみたいなものも、これも間接差別要件だという指摘はもう数年前にされているんですよね。 だから自分たちの人事制度そのものが人権を侵害しているっていう概念が非常に希薄っていうのが日本の特徴です。うん、男女の賃金格差、これも実は人権問題です、なんで賃金、うんそう、だからそこの本当に人権っていう考え方が、これはもう今回、取材先にいろんな人がおっしゃってましたけど、教育の現場でどうとこうしても人権を教えてないので、うん、でもってたら組合に入るだけで不利益な扱いを受けたりもするじゃないですか。うんうん それも人権ですよね、やっぱり団体交渉権とかもね。だからそういう,こう、自分たちは戦う権利を持っているんだ、声を上げる権利を持っているんだ、企業と労働者は対等なんだっていう、そういう感覚を教えられてないわけですよね。だから、声を上げる人たち、さっきのまあコラボもそうですけども、NPO もそうですけど、声を上げる人たちに対して、なんか社会の邪魔しやがってみたいなふうになるわけです。正当なことですよ。声を上げるから、声を上げる人がいるから、社会も企業も変わっていく。 これは、ね、やっぱ教育において徹底的にやっぱり叩き込まないと、私はなんか,なんか日本は変われないと思い、うん、おっしゃる通りで、まあ、さっきのね、このフードバンクの記事紹介しましたけれども、やっぱりね、メディアの問題というのもすごく多くて、僕、これちょっとあぜっとしちゃったんですけど、ダイバーシティの日経の記事なんですけれども、うんえー、この子どもの急病で仕事を休んだり育休を取る人を、 小持ち様とやゆ批判をするような声が SNS でやまないというまあこれを一応記事としてはね、うん、いやそれは問題なんですよというトーンなんだけれどもでもちろん鍵括弧でかかってるんだけれどもやっぱり小持ち様っていうそのネット上で広まるようなある種の呪詛の言葉を見出しに取って、うん ってしまうことの危険性ってあると思うんですよね。まあそれは暇そらしとかが言ってる抗菌チュ,ーチューみたいなものを使う危険と同じで、やっぱりもうそうすると向こうのナラティブにやっぱ乗ってしまうということで、それによそれはやっぱね日経新聞みたいな一応そういう大新聞がやるべきでないっやっぱ僕は思うんですよね。だからなんかこういう一緒に人権関わったら別に同じことを言いたいんだったら。 多分この見出しつけなくてもいいんだけれどもでもやっぱりネットでこういうのが見られるだろうみたいなっていうそういう感情がやっぱ透けて見えてしまうっていうあたりが、まあ、そこのやっぱり、うん、あの見出しをつける人企業の人権感覚みたいなのも問われるんだなといいうのは思いましたね、うんうん、おっしゃる通りだと思います。つけたがりますよでも本当に、うん はい。という感じで、今日もね、いろいろなニュースを、えー、振り返りましたけれども、最後にまた告知させてください。えっ、ー、と、今、配信中です。えー、もう、ご購入いただくと、前島さんとのトークが見られます。そして、今日ですね、この浜田さんの会の終わった後、えー、21時から、この後9時から、 えー、佐久間由美子さんから源さんと3人で、えー、ちょっと生活者目線での,、ね、この大統領選挙をどう見るのかというです、ね、これもなかなかあの結構他の,あの大統領選挙の番組とかでは聞けないです、ね、独自の解説になりこれが8月8日まで打っております、えー、ちょっとこの2日目のです、ね、ダイジェスト映像これも収録済みでダイジェスト映像があるのでそちらご覧ください、うん、あのそういう選挙の機会が多いから 選挙が日常化して、結果的には政治や選挙のことをトピックにすることもハードルが下がるっていう一連の流れがあると思ってて、なんか坂野さん見たことない、ジャージーとかでさ、郊外で家の入り口のところにみんなこうやって赤と青のサインね。サイン、トランプペースとか。そう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 、バイデン・ハリスとか、大統領選の時期ならね、それを掲示、掲出してるわけ。 喧嘩になったりするんだよねそこは分譲する時に共和党支持の皆さんこの,あの民主党支持ばっかりで堅苦しいニューヨークでここなら羽を伸ばしてトランプ支持でいられますよっていう売り文句で分譲してるの <laughs> す,ごいすごいね。 で僕みたいなアジア人がよくわかんない格好でチャリンコで行くじゃないとさカレンが出てくるわけよみんなやることは一緒なの動画を撮り始める、うん、なんでかわかんないけどみんなさ動画を撮ってくるわけど、はい、それぞれそのトランプ政権の時のアメリカはどうだったのか。 自分自身に起きた一番の実害トランプの実害っていうのはビザのものだでやっぱりさトランプはさ一つビザのカテゴリーを減らしてやるとかっていうとちょっと支持率が戻ったりするのよ、えー、移民が嫌いな人がさ。とにかくまあ女性だとか、えー、と人種的マイノリティを攻撃してなった人ですからもう最初はまず、えー、イスラム教国のグリーンカードホルダーの入国を、うんうん とかパスポートを持ってるし、保持者の入国を制限するってなった時に。そんなことできっこないっていう思ってたようなことがいきなり起こり始めてたんですよね。あのディベートは本当にテレビ映りっていうものの怖さみたいなのはあったと思うわけです、ねうんうん。同時にメディアもっとあの嘘をついてる部分をもっと言わないといけない。うん、本当にわかりやすかった赤と青みたいな分断がイスラエルの問題によって。あの。 ユダヤ人の中も割れてんじゃない、うん、モザイク化してしまったような印象があって、うん、結構ねあれは踏み絵としてはね強烈だったと思うのよりサハリベラルがどうしてもいつも打ち毛刃になるっていうのは当然で保守、うん、側っていうのは現状っていいう一つの旗の旗、ねま、とにままれるわけじゃない、うん、でも理想を掲げる側は理想、ね、無数に理想があるからどうしても割れてしまうのは仕方がないと思う。うん あのこう大企業っていうか資本が物を言う社会っていうのをどういうふうに変えていくかっていうのがやっぱり課題だなというふうに思っていてもうこのパンデミック以降その超ウルトラ富裕層と一般の我々の格差っていうのはもう大きくなる一方なわけであの不動産を貸すときにこう例えば景気が悪くなってその値段で貸さなかったら落とした方が町のためにはいいんだけれども。 空にしといて、赤字にしといた方が、税制的には優遇されるとかね。そういうこう、富裕とか、大企業のためのループホールがいっぱいある。だから、その不動産余ってるのに。人が路上にいっぱい住んでいるとか、で。で、その意味でさ、やっぱトランプっていうのは、多分。アメリカ歴代でも、数少ないっていうか、初めてと言っていいぐらい。像、像を。 食い上げて、自分の指示に変えていくっていうエンジンを駆動させた。大統領だから、多分、彼がもし当選したら、この後も像を利用して自分の指示を固めていく。結局、トランプがじゃあいなくなったところで、マガ的なものとか、うん、その陰謀論とか、うん、あの、こピビリズムみたいなものは残っていくわけですよね。で、なんかもう、なんか、なんだろうね、あの、本当、ローカリズムにしか。 希望ないなって思ってしまうというか、どういうコミュニティを自分たちが作りたいのかみたいなところを、その本当にあのグラスルーズの人たちが大切にやっていくっていうところにしか希望が見えないというかね。 はい、これね、まだあのこのあと放送ということで、まだ浜田さん、ご覧になられてはないですけど、結構、ダイジェストを見てもね、なかなかちょっと面白そうな感じに仕上がっておりますが、はい。面白そう、なんかやっぱり、人選が独特でおも、ね、<あ>しそうですね、まあ、ポリタスっぽい人選で、ポリタスっぽい切り口で、えー、いろんな大統領選挙を、ね、多角的に見れるようなのプログラムになっておりますので、えー、皆さんね、えー、ぜひ、えー、ご購入いただいて、まあ、これはもう本当にファンディング企画なので、 これでたくさん買ってもらえると、われわれの取材が楽になるので、はい、ぜひ皆様、さすがにね、ちょっと会社が潰れるほどの赤字はね、出せそうにないんで、あのやっぱりちょっと1000万以上借りそうなので、それをなんとか決めたいそうなんだあ大統領選に行くのにそう,そうなんですよあ<ー>もう、あまりにもちょっと高いと、はい。まあ、この円安でね、行くの大変だよね。そうなんですよというのがあるので、うん、皆さんの、ね、ご協力いただければと思います。 ということで、えー、本日のポリタス TV はここまでとなります。えー、浜田さんはまたあの2週間後にね、はい、月8月2週間後の間でよろしくお願いいたします。は,いはい、はい、よろしくお願いします、えー。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また、あこの後の、えー、ポリタス TV9 時からのプレミアムトークでお目にかかりましょう。さよなら。浜田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。